鹿児島城西高校からは鹿児島国体や全国障害者スポーツ大会の鹿児島大会に合わせて17人の選手が出場を予定しています。激励会にはおよそ850人の生徒が参加し、鹿児島国体に出場する選手を代表して陸上800メートルに出場する立迫博則選手が大会への抱負を述べました。それぞれが自分の練習の成果をしっかりと発揮して必ず優勝し、鹿児島県に大きく貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そして生徒たちからは大会の健闘を願ってエールが送られました。最後に調理科の生徒らがサプライズで用意した縁起のいい勝ち握りも振る舞われ、選手たちは大会への意気込みを新たにしているようでした。みんなに応援されて、改めて一生懸命最後まで諦めずに頑張ろうと思いました。少しずつ緊張していて、ちょっとベストも狙えるかどうか分からないんですけど、コーチや家族のために一生懸命頑張っていきたいと思っています。